確実に。はい、どうもどうも、はい、バナナです。今日はバナナ。そう、今日は何の日ですか？今日は七夕ですね。七夕ですね。まあ、今回のテーマがですね、思考は実現化するみたいなテーマでお話ししようと思うんですけど、その前にちょっと10やってもらいたいんですけど、 100% 思考の中でバナナをイメージして、バナナを考えてください。で、このバナナを見ながら 100% バナナです、頭の中ね、バナナ。その状態で七夕を20回ぐらい言ってください。で、そうするとどうなるかっていう実験を、まあ時間があったらやってください。やりましょう。これからやるんですか？視聴者さんがやるんですか？視聴者さんがやるってことです。お願いします。あの、時間があったらね、はい、100% 考えて思考して、バナナのことをイメージして七夕を20回ぐらい言ったら、まあ結論はバナナになるんですけどね。結論はまあその思考がどう動いてるのかっていう、なんかまあ軽い実験ですね、それは。でも七夕を 100% 言うっていう思考で七夕を言うと、まあ言えます。 100% ですね、はい、もうあの分かりやすい実験なんですけど、はい。まあ、ということで、まあ、撮影する前にですね、ライブ放送のね、ちょっとね、お話をしてまして、はい、8年前かな、ライブ前かね。そう、8年前ですね。はい、麻雀店をやりながら、うん、コメントを書くっていう、ね、そう、すごいでしょ。あの、あれですよ、吉谷さん、はい、私は8年前の2013年の、はい、この6月7月に自己アフィリエイトを一生懸命やってた時期ですよ、はい、同時に自己アフィリエイト覚えたいですって人に講義をしてた側ですよ、はいはい、その時私は自己アフィリエイトによって1円も入金されてないけども、自己アフィリエイトの講師代は毎日5万10万と入ってたんですよ、はい、何でしょうかこれは。何なんですかね、うん、まあ僕は最初、まあ久保さんがね、まあこれは久保さんのお家なんですけど、うん、まあ、家買いました言うてね、まあ多分5回ぐらい来させていただいたんですね。そうですね、もう、うん、何回か2、3回泊まらせていただいたんですけど、うん、まさかね、コメント書いてる人がそうなるとは思わなかったですからね、はい、すごいですね、うん、私もね、どこかまでは行くだろうと思ったけど、はい、こう自分の欲しいものと必要なものがこれだけ変わって、うん、で、あ、これいるなと思ったら、もう大体、まあ、翌月にはあるみたいな状態です、何もかも、うん、翌月とは言わなくても、まあ、前後 2,3 ヶ月ぐらいですかね、うん、だからこの家もちょうど2017年だったかな、購入したんですけども、はい、家見に来て翌月にはもう住んでますからね、うん、この手続きの早さ。だからなんか夢物語みたいなものが、うんうん、リアルで起こってるっていうことなんですけど、 そう、うん、まあ、そのね、夢物語、空想世界、まあ、七夕で、ね、願い事をね、うん、書いたりとかするんですけど、結局願いは叶わないみたいなね、うん、終わるんですけど、久保さんは、まあ、その描いた通りに行ったわけなんですけど、うん、まず第一ちょっと質問をねしようかなと思うんですけど、はい、よく億万長者シリーズでも久保さんがよく言うんですけど、自己アフリエイトを見つけた時にこれで億稼げると思考できた理由は何があるんですか？普通だったら、うん、多分セルフバック自己アフリエイトで1億という思考は、億稼げるという思考は生まれないはずなんですけど、はい、なぜ生まれたんですか？一番最初ね、はい、これ今までも何回かお話したんですけど、整理して、はい、申し上げると、はい、最初私の速稼塾の講義って、はい、2万円以上は売り上げを立てさせるから、はい、2万円くださいっていうのが入り口だったんですよ。セミナーですよね。そう、19,800 円で自己アフィリエイトセミナーやりますと、はい、売上2万以上をその場で立てることを保証しますと、となると多くの方が、まあ、3万なり5万なり、うん、大きい方は 7,8 万とか上げるわけですよね、はい、1時間 の、はい、なんですか、エクササイズの中で、はい、で私19,800円もらうじゃないですか、はい、で、まあ、来てくださった方も、はい、売上的には得してるわけじゃないですか、はい、満足度高い、しかも自己アフィリエイト覚えたから、うん、あとは一人でできると、はい、このロジックを考えた時に、はい、計算式が浮かんだんですよね。ああ、なるほどね、計算をしたと。 はい、10万円稼がす講義を2万円で売ったら、うん、これ買わない人いないじゃないかってことなんですよ。差額8万儲かるんで、はい、じゃあですね、こういうことを実行しなかったんだけど考えたんですよ。自己アフィリエイトで100万円稼ぐまで責任を持って指導するから、はい、30万でどうでしょうかみたいな、70万儲かりますみたいな。いや、これを例えば6ヶ月の期限だったら、はい、月収がかなり上がることを、はい、まあ、約束できると、はい、
でもしそれ売り上げいかなかったら返金すればお客さんリスクないって形の、はい、そういった商品も思い浮かんだんですね、はい、であとはこれを応用編ですよね。じゃあ1年間で300万の売り上げ15ヘルで立てさせるんで、うん、何としても100万円でその講義買ってくださいって言ったら差額の200万円お客さん儲かるって話なんで、うん、これも商品売れるから自己アフィリエイト1個やっただけでこれ無限に稼げるじゃん。ああということはあれですね、商品がすぐあこれ教えるというその商品パッケージで、でそこに単価をつけてそこに掛け算をしたら、あこれこの単価だったら何人売ったら億だなみたいな、はい、そういう計算式がすぐできたと。そうですね、それが一つですね、うん、もう一つはこれ、はい、セミナー形式だったら1対多数で、はい、1人のトークで30人が30人分受け取ることができるなと、うん、これリアルでもそうだし、うん、じゃあこれをネットで100人規模とか300人規模の、うん、もしライブが20時間ライブじゃない、うん、できるとしたらこれ何も儲かれへんやだ、あ確かに1億は楽勝だなと。なるほどね、時間フリーでやったその日にそう思いましたよ、うん、これはそんなに難しい想像じゃないと思うんですけども、いやでもそこがね、商品を自分で作るという概念がそれを教えるっていうね、うんうん、概念がない人が多いので、その概念があった上だとまあ想像しやすいかもしれないですね、自分でまあサラリーマンの人は自分で商品作って売るとか経験ないじゃないですか、うん、はいはい、まあ、久保さんはやっぱあの一応なんだあの麻雀店を経営して自分でビジネスしてたっていうところもベースとしてはありますし、うん、あと麻雀店前もいろいろね網戸もやってましたね。網戸ね懐かしいですね。確かに、はい、懐かしいですね。いやあれはね本当網戸商売、網戸で100万稼ぐっていうこの時期になると思い出しますね。網戸ね、はい、夏ですからね、はい、そうだからまあ普通のサラリーマンの人はやっぱ会社が用意してくれた商品だったりとか、うん、会社が作ったプラットフォームでただ働いてっていう話なんで、うんうん、まあそういう発想がしづらいかなっていうところあるんですけど、やっぱそれはまあ奥とかまあか、うん、なんだろうな、まあ億万長者合宿みたいにやってますから動画ね、未だに奥行きたいんだったら自分で商品売らないときつくないですか。自分で商品を売らないときついですね、うん、まあそのヒカキンさんとかになれるんだったら別ですよ、うん、別ですけど結局僕らメーカーになってプラス、うん、広告主にもなっていくっていう二重取りをしないと、うん、はい、まあ、どっかで人と組まないといけないし、そうなるとスピード感もなくなりますよね、はい、あのどうなんですかね、ジョイントしてる相手の納品待たないといけなかったり、はい、それからその人がちょっとポカをしたりってところを考えたり、うん、もしくは自分がポカして相手に迷惑かけることを考えたら絶対に一人でやるよりもスピード落ちると思うんですよ、うん、で出た利益も半分になるから、まあそうですね、遅いかなと、はい、うん、でこの、まあ、デジタルの商品だと一人で何でもできるっていうところがスタートラインなんで、店舗の経営とか会社の経営っていうのは基本的に一人じゃできないんで、うん、だからまあ20世紀型のビジネスで1億円の利益出そうかなと思ったらまあいろいろきついなっていうのは自分でいろいろ経営しながら体験してたんですよね。プラス利益が絶対出るかどうかわからないってところがポイントですよ。マージャン店で1億の利益残すっつったら何やります？結構きつないですか？まずでかい箱にしないと無理でしょ。そうですよね、でかい箱の時点でロスが出てるんでで、あとは全国展開ですか？全国、そうです、チェーンにして。1店舗じゃきついですよね、1億は。フランチャイズとかになるんで。ですよね、フランチャイズですね、やっぱり、ね、ですよね、うん、で、店舗何店舗で、でも店舗作れば作るほどリスクもすごい高いですからね。そうなんですよ、だからあれタコ揚げに似てて、うん、高く上げれば上げるほど落ちた時の怪我が大きくなるんで。あ、うまいですねなるほど、だから僕らは血を這うようにして、うん、なんか落ちてるもん全部拾って1億円でいいんじゃないかなと、うん、結構落ちてるんでお金が。まあ確かにねだからまあ自分でやっぱ商品を作れる、うん、作れるようにした方がいいと思います。そうですね、しかもそのコンテンツビジネスっていうのは、ね、久保さんなんかジンドゥですからね。ジンドゥ未だに無料だから、ワードプレスもやってないし、やってない、ドメインも保有してないし、ないですね、え、だって YouTube 無料とあとジンドゥ無料ですよね、はいはい、せいぜいメルマガがエキスパーぐらいですね、何千かかけてるくらいでで終了ですよ、はい、だからね、麻雀店やってた時の固定費どれぐらいでした？で285万です、ね、285万、毎月毎月モントム用で、はい、お疲れ様です。どうぞ。懐かしい。そう、僕500万ぐらいだったんで結構ね、だから売り上げ上げられるのが僕しかいなかったんで、あ、500万稼いだとしても0円なんですよね。まあそうですよね、一人で。そうですよ、うん、だ月収500万ってまあまあじゃないですか、うん、でもゼロなんですよ。ゼロ。ゼロ。そうなんですよ。だから結局これね、スタッフさんには悪いんだけども、一つの会社とか店をやるって、
1人か2人が全部の利益出してるんですよね。まあ大体はね。で形だけ出勤して形だけ仕事してそうな人が不満を言いながら、はい、毎月20万30万持って帰るというね、はい、一番搾取してるからですかね。いやまあこれはね経営しないとちょっとわからない悩みなんで、うん、まあ全然その共感は得られないと思いますけど、うん、まあだからまあ僕とか久保さんはまあそのまあちょっとリアル店舗と僕はリアル店舗じゃなかったですけど社長でまあ従業員いたんで固定費払ってたんですけど、まあそれがあるんでやっぱこのすごいなとは思いますよね。今はすごいですね、うん、なんかね本当なんかすごいの一言で片付けちゃうのがもったいないぐらい、もったいないぐらい。だってそもそも粗利がほぼ 100% 出るものっていうのが、うん、ビジネスの中であんまなくないですか。ないんですよ、 ないですよね。どう見て も, どう見てもあの昔情報屋っていう怪しい商売がありましたけども、はい、あれは結構ねブラックな仕事だったと思うんですよね、はい、でもまああれもあらりは 100% に近いけども、はい、でも常に命の危険があったんですよ、はい、危ない情報を扱ってたから消されたりとかね、はい、逮捕されたりとか、はい、まあ、でもこれに関しては別にそんな危なっかしい情報ね扱わなくても世の中のお得情報とか素晴らしい人とかを紹介すればいいんで、はい、なんか毎日勉強にもなるし自分自身が、うん、でいろいろ情報拡散すると、まあ、一部はねやっかむ人いるけど基本的には喜ばれるんで、うん、すごいいい仕事だなと思いますし、うん、もっともっとこういう人が増えないといけないなと思いますよね、うん、だから遠慮せずにもっと情報発信皆さんしないと発信者足りなすぎるんですよ。そうですね。情報発信がする人が足りないから、うん、一部情報発信してる人に利益が集まってますからね。だからもったいないんでこの動画見たらもうここで、ね、停止ボタン押してすぐ始めた方がいいですよ。そうそう、久保さんねこの前ね面白い出来事があって、うん、この前東京行ったんですよ、はい、でアップルウォッチにスイカを入れてて僕まあ鹿児島だとスイカ、うんうん、アップルウォッチ、まあ、電車乗らないんですよ ね, ないですね。で東京行ったら山手線とか乗るんですけど、うんうん、このアップルウォッチにスイカ入れてるんですよ。でピッてやると通るんですね。うんうん、で久しぶりにつけて久しぶりにやったら全然反応しないんですよ。おこれなんで反応しないんだろう、うんうん、みたいな。あれ待てよと、これ昔にもあったなみたいな。あこれ動画撮ったぞと思って、はいはい、自分の動画のアーカイブで検索して自分の動画を見て問題解決するっていう。もはや脳の中に入ってない。そうそうそう。でその動画4000回ぐらい回ってるんですよ。おそのすごい。アップルウォッチが反応しない時みたいな、うん、はいはい、だから僕自身自分で撮った動画で僕自身の問題もまた解決して4000回ぐらいそれ回ってるんですけど。あすごい。だからその要はその必要じゃないですか情報って、うん、なじゃあアプローチ反応しなかったらね調べますよね、うん、そのままですかみたいな話なんで、うん、なんか なんだろうな、なんか困った時だ、電車の時刻とかも情報だし、そうですね、あれ、うん、時刻表の情報なかったらどうしますっていう話で、うん、だから僕たちって基本的に情報がないと生きていけないというか、うん、難しいですよね。難しいですよね。だって薬を飲むにしても情報じゃないですか。そう、このは頭痛の薬ですという情報で、この丸だけ渡されてもこれ何の薬ですかって話ですよ ね, ね。薬物危ないなって感じですよね。この薬は頭に効く薬ですよっていう情報があるから飲めるんですよね、うん、飲める。でもその情報がなかったらこの丸い玉飲めますか、うん、よくわかんない。怖いですよね。怖いですよね。怖い。だから情報にみんな操作されてるというかね、まあ、それが必要っていうことでございますよ、うん、まあ、ちょっと話を戻しましょう。コンテンツの話になってたんで、はい、要は思考は実現化するっていうところにちょっと戻したいんですけど、うん、はい、なんで逆に言うと久保他多くの人、久保さんはまあ実現できたわけじゃないですか、はいはい、なんで多くの人は実現できないのかっていう、はい、こういきましょうか。これはだから今のタイトルそのもので思考してないんだと思うんですよ。あ思考したつもりでもね、はい、うん、やっぱりその単なる願望で終わってしまって、はい、こうなったらいいなあははで終わるわけなんですよ、はい、本当に心の底から思考してればそれは少なくとも近づくはずなんですよ。手に入んなくても、うん、例えば月収100万を完全に思考してたら、はい、100万じゃないけども70万とかになってるとかね、はい、30万プラスアルファになってたりとか、はい、じゃあそのじゃあプラス30万で100万にはなってないじゃないか。でも30万をもうちょっと組み合わせることによって100万にはまた近づくよねってことなんですけども、思考してない状態っていうのはプラス1万にもなってないっていうことで、うん、ダメじゃんになってるんですよね、うん、
100万じゃないから1万で終わってるからダメじゃんで終わって、そこでやっぱり思考をダメの方にシフトしてしまってるんですよね。ああ、なるほど。じゃあ100万最初は100万稼ごうっていう思考だったけど、うん、1万利益が出た時になんだ1万しか稼げてないじゃんっていう思考になるってことですね。その通りなんですよ。なるほど。だからそれね、割と昔もあ、それ なるほどですね。なるほどです、うん、なるほど、うん、確かに確かに、うん、いや僕そのなんていうかな、ボクシングの試合でね、あるボクサーが敗北しながら言ってたんですよ、うん、はい、あと1ラウンドだったら勝てたかもしれない、はい、要するにトレーニングが1ラウンド分足りてなかったってことに気づいてるんですよ、はい、だから負けたんだけども、はい、次に勝つためのステップをもう考えてるんですよね、はい、でも負けたから終わりじゃんじゃないわけですよ、はい、だからこれをビジネスに移行してみると、月収100万を目指す人って結構いらっしゃると思いますけども、はい、99万だったらダメなのか、うん、80万だったらそれはダメなのか、70万だったらどうかって掘り下げてみたら、うん、1万だってすごい進歩だと思うんですよ、うん、もっと言ったらゼロでもね、うん、コンテンツこれだけ作ってゼロでした、でも作ったコンテンツって残るわけですよ、うん、じゃあその残った作ったっていう行動は無駄ですかって考えたら無駄じゃないんで、あ、何ができてどこが達成できなかったのかなっていう分析が始まると思うんですよね、うん、なるほど。だから単純に100万を狙ってて100万にならないから、オンオフで試合に負けたもうダメなんだじゃなくって、どこまで食らいつけたかなってっていうのをきちんとね、確認することによって、それを無駄にしないように次に生かしてもらいたいな。そのためにコンサルとかを使えばいいと思うんですよ。うん、だからやってない状態でコンサルさんお願いしますですよ、大体、うん。そうですね。あなたがやってなかったら何も応援することができませんと。確かに。これみんなの銀行ですよって言っても、1000円儲かりました終わりとかね。違う、そこじゃないと。あなたの紹介コードで、あなたが活動を始めるから、これを紹介してあげたんですよと。はい、これでね、久保さんにも1000円入ってからよかったでしょ、じゃないんですよ。もう私の1000円はいらないから。もうあなたがね、10万に、20万、30万に向かってくださいって話なんですよ、これは。やっぱこれはね、毎日ね、はい、やっぱ勘違いしたら、ちょっとお問い合わせがちょっと寂しいです。でも先ほど一番最初、久保さんがそのセルフバックで1億の想像ができたっていうところに、今の話がすごくリンクするんですけど、うん、じゃあ月収100万稼ぎたいっていう最初思考するじゃないですか。じゃあ一般の人は先ほども言った通り1万しか稼げなかったら、なんだ自己アフィリエイトってこれ1万とか数万円しか稼げないじゃんでっていう思考に変わるわけですよね、うん、じゃあその月収100万を目指してる人はこれ1万稼げたぞ、じゃあこれをセミナーでやって100人やったら1万円で販売して100人売ったら100万だとかね、3万にしたら30人ぐらいだったらっていう風に、なんだ、またその100万に向けて思考しだすって、うん、この1万の結果に対してじゃあ100万を目指すためにこの結果をレバレッジかけてどうやったら100万にするかっていう思考を動かすってことですよね。でもほとんどの人はなんだこれしかいかないと、動画をやってもなんだ再生数稼げない、YouTube やっても全然稼げないっていう思考なんですよね、うん、多分ね、そう、うん、だからただ多分ここですわね、うん、ここだね、はい、で私ね、マージャンでやりながら、はい、自己アフィリエイトをはじめ、まあ、セミナービジネスを展開したわけですけども、はいはい、その利益の速度たるやね、もうどうしようもないぐらい違いますよ。だってマージャンってやってたら、はい、大体40分ぐらいで1ゲーム回るんですけども、はい、ゲーム代お願いしますって言って350円もらって、はい、40分お金入ってこないんですよ、はい、でもその片方で Facebook でネットビジネス大辞典みたいな商品があったんですよ、アフィリエイトの。あれね、アフィリエイトリンク踏んでもらったら1000円入るやつがあったんですけど、はい、あれを Facebook にもう暇さえあれば貼り付けまくってたら、なんか10個ぐらい契約が一日で来たりとかしてね、はい、俺だけ日当1万だよみたいな。従業員さんはね、日当全然ないんだけど、はい、俺だけなんか1万だみたいな。この人たちはなんか月給20万ぐらいで働いてて、まあ俺が払ってんだけど、なんかかわいそうだな。俺もう1万達成したよ。明日もこれやろうみたいなね。速度が全然違うと。だ多分ね、あとね、うん、だ多分ビジネスはやってない部分なんで、その、まあ、久保さんのね、言葉の中でね、僕は好きな言葉があって、受信力っていう言葉があるんですけど、うん、要は受信力をもっと因数分解してその掘り下げると、その受け取れる価値というか、うん、分かります。だから久保さんと僕ってその少なくとも会社を経営してて、その従業員とか雇って固定費とか雇ってたりとかしてて、そこにお金がかかったりとか、まあ、あと久保さんの場合はリアルビジネスで粗利が少ないわけですよね、うん、ね、少ない、で少ないわけですよ、マイナスという、ね、だからこのビジネスってすごないっていう。だからさっき言った久保さんが Facebook でアフィリエイトしてこうめっちゃ儲かるやんと、だからみんなの銀行もそうなんですけど、うん、これで1000円もらえるのみたいな、その価値がすごいんですよ、うん、じゃあその1000円っていう端的に見たら1000円は少ないかもしれないけど、そのこれで1000円もらえるのかという価値がでかいってことですね。でかい。そう。
や本当でかいですね。だけど多分このみんなの銀行のやつの話にしてもたった1000円かっていう思考する人は多分あんま行動しないですよ、うん、で僕とか久保さんはこれで1000円もらえるすげえなっていう、なんだろうな、その裏側の価値をめっちゃ受け取れるんで、うん、できるんですよね、うん、だから久保さんなんかそれを紹介すればもっといけるやんとかね、でそれをじゃあ教えるなんからとか、もうどん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 考えればね、いくらでもそこから派生していろんなことができるわけですよね、うんうん、そうですね。いやもうまさにね、うん、じゃあ1000円の利益が安いと思う方はね、1000円の利益を出す商品まずちょっと作ってみてくださいって話ですよ。いやなかなか作れないと思いますよ、うん、実際にリンゴやキュウリを売って1000円の利益出そうと思ったら、いくら仕入れていくら店頭に並べてどのぐらい衛生管理して大声出して売らないといけないんですかって話ですよ。いや本当そうですよ、八百屋にしたらね。本当そうです、うん、だって八百屋さんで、まあ、じゃあバナナ100円とか200円で売ってるじゃないですか。いやそもそも1000円の利益取れないですよねそもそもとしてえでも野菜1000円だったら買いますか、うん、買わないですよね。だいたい100円とか、うん、198円とか、うん、298円とか248円とか、うん、まあ言っても400だったら買います。じゃあレタス400円で買います、ねえ買わないですよ、ね、買わないですよ。レタス400円だったら一般の人は、うん、どうですかね、うん、じゃあこれ1000円を出すって、利益1000円出すってすげえ大変なことですからね、うん、でラーメン一杯でもじゃあその750円とか500円で売ってるじゃないですか、まあ、1000円のラーメンもありますけど、うん、でじゃあ1000円のラーメンをお客さんに出してじゃあ全利益取れるのかっていうと取れないですよ、うん、取れないですね、取れないですよね、うん、いや実際商売やって1000円の利益出す商品ってなかなか作れないですよ、うん、それがねもうすでにあって、はい、福岡フィナンシャルグループってところがみんなの銀行みたいなアプリ作ってくれて、はい、莫大なお金をかけてね、はい、で見ず知らずの私とかにこれ紹介したら1000円あげるよって言ったらおいありがとうございますみたいな感じですよね、はい、30万までしかダメなのみたいな感じで逆にもっとやらせてくださいよみたいな、500円利益でいいんでまあでもあれどうなんすかね、テレビ CM とか出してないですよね。あ僕テレビとか出てました。あ見てないですね。多分ねネット広告っていうか、まあその紹介の方に広告費結構出してるって、うん、多分そこにフォーカスしてやってるんですかね今。おそらくテストマーケティングの意味もあって、ね、ほとんど有料の広告出してないはずなんですよ。出してですよね多分、うん、僕見ないですもん、だからそのだからあれもアプリですぐそのシェアできるように、うん、LINE でシェアとかね、うんうん、Twitter でシェアみたいなのもなんかついてますもんね。作ってくれてるんで、だからそれでテストマーケティングでどれだけその SNS で拡散するのかっていうところで、うん、まあ予算見てるのかわかんないですよね。そうですね、うん、まあ、すごいあれは新しいですよ、うんうん、だから僕も実際入れてみてなんか時代を感じましたね。まあそうですね、確かに時代を感じましたね。いや本当何も書かなくていいし、うん、なんやスマホだけで全部完結して本人確認できちゃうっていう、すごいですよね。すごい。なんか免許証でやったんですけど、うん、ちょっと横に向けてくださいとか、はいはいはい、あとなん か免許証と自分のこのちゃんと持ってるよっていうのを確認しますみたいなね、いろいろとね面倒くさいやつありますよね。で面倒くさいんだけど、でも店舗に行くのが面倒くさいじゃないですか、うん、でなんかこう待ち番号を持ってね、うん、で窓口の人とやり合いするとかね、うん、電車代とかね時間かかるし、でも家でそれができるっていうのはすごいなっていうね。いやあれのねみんなの銀行のすごいところは、うん、私のところに情報来た時に、はい、その信用度が悪い人でも、はい、銀行を全部口座断られた人でも、はい、はっきり言ってその手のなんか世界の人でも作れましたっていう実績で流れてきたんですよ、はい、そうどうなの5年ルールとか大丈夫なのみたいな、はい、いやガチその瞬間の人も作れましたみたいな感じで、はい、それ基本的にダメなんじゃないのっていうところもかいくぐってきたんで、いやこれはすごいなとでもそういう人が大丈夫ですよっていうふうな売り込みは、はい、まあ、僕の口からできなかったんで、はい、あのカードの、はい、まあ、ブラック状態の人も作れますよみたいな、はい、柔らかいね、できるだけ柔らかい表現してお伝えしていったんで、まあ、そういう方が最初作ってくれましたね。あ本当だみたいな感じで、うん、だからあの自己アフィリエイトやってる方だったらこれをやらずして何をやるんだって話ですよ、うん、自己アフィリエイトより簡単だし早いし、うん、ポンポンポンってできちゃうんで、まあ まあ自分でね商品を作れた方がいいんですけど、作れないっていう場合は、うん、まあ今回こういうキャンペーンもやってますからね、まあ、それに乗っかるのか乗っからないか、だからこれもね、だからそのだから僕も億万長者合宿のやり取りでもいろいろ言ってたんですけど、まあ、ペイペイができた時に
なんかそのファミマで、まあ今ファミペイありますけど、昔はファミペイなかったんで、そのファミマとペイペイが結構やってて、で、その派遣のバイトの人がね、そのペイペイ登録すると500円ですよっていうね、こんな、こういう、やってて、サンドイッチマンみたいなやってて、こう働いてたわけですよ。そしたらね、70ぐらいのおっちゃんが、お前何がペイペイだよ。うさんくせんだよ。ブチ切れてたんですけど、そのバイトの人何も悪くないですけどどうすかね、今もう4000万人ぐらいダウンロードされてるし、自動車税も払える。僕今年僕自動車税でペイペイで払ったんですけど、めっちゃ楽でしたね、あれ。いや、もうなんかね、めちゃくちゃ楽っていうか、いや、だからクレジットカードだとね、あれ、まあ地域によって変わるとは思いますけど、はい、手数料取られません？かかりますね。システム手数料って取られるんですよ、はい、で、カード番号入れないといけないし、うん、そのなんかよくわかんない地方のね、なんかちょっとシステム弱いんじゃないかみたいな、はい、ところのとこに行ってカード入れてシステム手数料取られるんですよ。で、めんどくさいんですよ。ペイペイすごかった。もう 1秒でしたね、2秒とか。もうなんかこの QR コードを読んでくださいみたいなのがあるんで、最初から。そう。本来生涯初めて自動車税の払いがストレスなかったですよね。いや、あれはね、僕ね、体験してすげえ時代進んだなと思いましたね。だほんと1秒なんですよ、うん、だバーコードでスキャンしてもうペイペイみたいな終わり。ほんとですよねあれね、去年かなんかまではこの地区は使えなかったんですよ、はい、今年やってみたら使えたんで、はい、すごいもう感謝ですね、はい、だからこれからは自動車税もペイペイで払えるかと思ったら、まあバックも嬉しいんだけど、手間がかかんない、うん、手間、そうなんですよね。この時間をね、失わなくて済むのはすごくいいと。いや、あれはね、僕感動しましたもん、自動車税は、うん、で、僕は今あのペイペイ運用を始めまして、はい、あの自動ボーナス追加して、ね、買い物したらバックされるお金を運用して、そこでちょっと増やしつつ、で、そのお金で来年の自動車税を払うと、うん、これね、ね、あれだから正確に計算してないんですけども、はい、自分の所得がなんか 10% 増しか 20% 増しになったような感覚ですよね、あれは。そうですね、あれはでもね、うん、いいっすね。すごいですね。今はセブンイレブンもね、うん、あのまたセブンイレブンとペイペイもすごいですよね。すごいもうばらまいてますからね。よくやってくれたみたいな感じですよ。そうそうそう、今もね、あのソフトバンクだったら 10% ぐらい戻ってきますし、うん、そうそうそう、そう。7月25日には 37% バックですね、最後のフィナーレですね。これもう買うものリスト作ってますよ。いや、僕も作ってますね。僕もあの買うものを作って日付が変わった同時にまたね、どこまで買えるか分かんないです、ね、いや、でもね、あれね、前去年だったからサーバーちょっとパンクしたというか、なんかなりましたよね。相当注文入ってでしょうね、うん、ただね、時代はね、本当変わってますから、うん、はい、まあ、ちょっと話を戻しまして、はい、まあそのまあでも個体的なのも言っちゃってますよね、うん、うん、だから結局そっちに思考がシフトしちゃってるってことなんですよね、うん、思考が実現ができない人っていうのは、はい、結局稼げないじゃんという思考だったりとか、うん、まあ、よくあるフレーズが、どうせ俺には無理だよ、うん、どうせ私には無理だよ、久保さんだからできたんでしょ、ね、吉谷さんだからできるんでしょって、これめちゃどう言われません？言われるんで、はい、本当にそれが現実化しますよって一回しますねじゃあこれね、マジで本当に言われるんですけど、うん、僕はね、ありがたいことに久保さんが本当に何もできないところを知ってるのでラッキーなんですよ、うん、でもまあ久保さんのね、多分初期知ってる人いないですよね、あそこのコメント書いてるみたいな、まあ、いまだに私と付き合ってくださってる方は、はい、私がそのネットビジネスとかなんとかやる前の麻雀店の頃からの付き合いの方もいますんで、はい、なんかね、もう見てくれてると思いますよ。いや、でもね、コメント、広島の久保ですっていうコメントしか書けなかった人なんですよ。そうなんですよ、麻雀店のこっちで経営しながらね、ゲーム大会社ありがとうございます、ロンポンチーローンっつってるところでコメント書いてくる、20時間かやるぜ俺はみたいな、ね、そう、昔20時間ライブっていうのを売ったんですよね、うんうん、で、まあ、それ参加していただいて、まあ、ずっと朝からね、うん、広島の久保ですって朝9時ぐらいからやったんですけど、そうね、20時間ライブやってる途中、うん、何をやってる時でもこうパソコンを持ち歩いて、当時スマホとかみたいなの使ってないんで、パソコン持ち歩いて道路でもコメントを部屋に帰ってもこうね、布団のところにこうやって、ほんと何、気が狂ったようにやってましたよ、うん、あれはね、儲かる儲かんないっていうのはあんまり考えなかったんですけども、これすらできなかったら何ができるんだろう俺はと思ったんですよ、うん、コメント書くとかできるじゃないですか誰でも。いや、でもねでもそこでちょっとクエスチョンなんですけど、はい、まあコメント書くぐらいはできるんですけど、うん、そのできることもやれない人多いじゃないですか、うんうん、なんでその久保さんはできることを
徹底的にできたんですか？あの、まあ、いわゆるネットビジネスとかパソコンの世界に入った時に、はい、当然できること少ないじゃないですか。はい、少ないですね。コメントを書けしつけられない、はい、その少ないことすらできなかったら何もできなくなっちゃうんですよ。なるほどなるほど、うん、あ、今の思考大事です。いや、その少ないことしかできないこともやらなかったら何もできないってことですね。ええー、うん、だからそのなんていうんですかね、まあ喧嘩で例えるとね、うん、手も足も出ない状態だけども悪態をつくことはできるんですよ。あ、なるほど、ね、それができなくても睨むことぐらいできるんですよ、うん、それができなくても心の中でクソチキショーって思うことはできるんですよ、はい、だからできることをやらずに、はい、どうするんですかって感じですよね、うん、ネットビジネスにそれを置き換えても、うん、マーチャンデの時でももう経営が立ち行かない時に何やったかというと、もう深夜のポスティングですよ。もうこれしか残されてないと思ったんで、効果出ないですよ。でも、でも効果がなかったってことも分かるし、やるだけやったんだって気持ちも残るし、もう手も足も出ないと、やり残したことはないから退場もしようかなっていうふうな心も決まるんですよ。でも多くの方はやることをやらずして退場してしまってる、もしくは退場していないような気持ちになっちゃってるから、とても危ないかな、チューブラリンで。なんとなくメールマガジンの情報を受け取ったり、どっかの LINE グループ入ったりとかして、なんかいい気持ちにはなってるけども、じゃあそこで駆逐された時間とかコストっていうのは取り戻せてますかってことですよね。取り戻すどころか、そこから莫大な財を生まないといけないんですよね。私たちはネットビジネス参加してるわけですから、その別に参加して参加オリンピックじゃないんですからね。参加することに意義があるんじゃなくて、利益を圧倒的に出すことにあの意義があって、自分の人生をそこで買い取ろうとしてるわけじゃないですか。まあそうですね。ね、これをやらずしてどうするんだってことなんでもいつも思うんですけどね。だから私はできることが少ないから、そこの少ないことはせめてやろうかなと思ったんですよ。でそれができるようになったら、今度は例えばね、あ、久保さんという人が来ましたねっていう風なフィードバックが司会者の方か、もしくは他の視聴者さんからも訪れたら、今度は別のやることができるじゃないですか、うん、でそれが私の今のワントゥーワン動画に切り替わっていったんですよ、うんうん、一人の人にメッセージを送って、その人と仲良くなって、なんか美味しい話聞けないかなとかね、うん、なんかもらえないかなとか、なんか売れないかなみたいな、うん、次の展開が待っているって感じですね、うん、まあ少なくとも私が当時ネットビジネスのコメント書いてた時っていうのは、他のリアルでね商売やってた方とか社員の方とかっていうのは、私がね全く別の世界でない活躍してると思っていたのは確かなんですよ、うん、でそこで興味を持っていただいたのが、後々速稼塾っていうのを開きましたって時に、どんなことやってたのっていうふうに最初の集客に成功したとは思ってるんですけどね、うん、だからやれることがあるんだったら、それすら、あ、それぐらいはやっていきましょうっていうところですね、最初の一歩は。そうですね。まあでもそれもやらなかったら、もう本当に何も変えられないですもんね。変えられないですね。やっぱ本当億万長者合宿でね、久保さんがいい言葉を言ってくれたんですけど、まあ、歩いて月には行けないっていうね、まあ、当たり前なんですけど、でも会社で従業員として働いていて、まあ僕と久保さんみたいな生活を送りたくないんだったら別ですけど、自由な生活ですよね、送りたいんだったら、まあ、そもそも束縛されるし、で給料の上限もあるし、じゃあこれで40年働いても一生やっぱこの生活は入らないですよね、うん、入らない、さすがに最初からそれがないよっていうのが前提になっちゃうんで、うん、本当にうまくいって従来の定年退職65歳70歳、うん、で年金は2000万貯まってない状態に向かってるんですよ、うん、人生をかけるそこに意味はないですよね、うん、経営者さんが喜ぶだけなんで、うん、まさに経営者さんっていうのは従業員さんの労力をいかに搾取するかってことをいつも考えてるわけですよ、うん、で社員さん従業員さんっていうのは会社にものすごくね、あの、報われてると思いながら働いてるけども、実はそんなことなくって、まあいつ切り捨てられてもおかしくないような人生をやってるし、あと基本的には社員さんそのものがそういう思考だと自分のスキルアップをやめてしまうんで、会社としても道具として使い捨てるしか、もう使い道がなくなっちゃうって冷たい現実があるとは、私は経営者の立場からいつも思いますね。うん、まあ、ですので、なんかね、その月給20万とか30万じゃどうしようもないんですよ、正味そのお金では何ともならないです。まあ、堀江さんがね、手取り16万あの子たちで一回バズりましたけどね、あれね、手取り16万いや確かに堀江さんあれね、14万で結構言うけど、いや堀江さんやってないだろうって感じですよね。確かに14万で生きていけるけど、それちょっと楽しいと思える人あんまりいないと思いますよ。14万で生きるスキルっていうのをあんまり持ってる人はいないと思う。私はありますけどね、ゼロでも。2年は大丈夫です。まあ、ホームレスもやってましたから、ね、ホームレスも割と楽しかったですね。あ、そうそうそう。あと、はい、その思考は、じゃあ、なんと、多分まあ思考的な答えはもう言っちゃってるんですけど、はい、人間って思考と感情があるんですよね。感情ね。そう。で、
このじゃあ考えてそのじゃあ月収100万稼ぐためにいろいろ思考してると。だけど今日は気分が乗らないなとか、うん、やる気がちょっと出ないなとか、その感情があるわけですよね、うん、例えば恋人に振られてやる気出るとかないじゃないですか、ね、だからそのこういう感情、負の感情が出た時、思考してるんだけどこの感情出た時にこの感情に負けそうになる時どうしたらいいですか。いやこれはね僕ね、うん、あんまり参考になる答えが言えないのは、私はそういう感情を無視してるんですよ。あ、なるほど、ね、ネガティブな感情一切無視なんですよ。なるほどなるほどそもそもその感情無視でみたいな、あの例えば嫌な書き込みとか嫌なメールっていうのは、はい、やっぱりこういうことをしてたら来るんですけど、はい、そもそも見ない、最初の3文字でそれをさせて見ないんですよね。なるほど、メール開けなかったりするんで、もうなるほど仕方ですね、うん、だからそれが一番自分もその人を嫌わずに済むし、はい、自分も落ち込まずに済むし、うん、そのメールを一生懸命見てなんかグラグラした気持ちを抱えたり、うん、あの売り言葉に買い言葉になことをやるよりも、うん、なんか売り上げに変わることとか久保さん助けてくださいって人に真摯に向かい合うような動画を撮った方がやっぱり前に進むと思うし、少なくともあの私を必要としている人に自分の顔を向けてるってことでは自分のミッションっていうのが達成できてんじゃないかなと思うんですよ。だって私に反目しようとしてる人に真面目に向き合う必要はないと思うんで、お互いいいことないんで、まあ、さよならみたいな感じですよね。そうですね。でもその感情を無視するっていうのはすごいですね、うん、まあでもね僕はねあの結構マインド高いというかね精神力強いと思ってる人が多いかもしれないですけど結構弱いんですよ。で弱いから自分、まあ、己を知りね敵を知れば百戦錬磨危なからずみたいな孫子の兵法の言葉ありますけど、僕めちゃめちゃメンタル弱いんですよ。あで精神も弱いんですよ、うん、だから僕はコメントをつけないようにしてるっていう、ね、もう一切見ないっていう、はいはい、一切見ないっていう、それもいいですね、はい、うん、まあそれ YouTube さんが許してくれてるのは機能としてあるので、うんうん、だから前なんかね結構そのな何回かあるんですよね、吉谷さんなんでコメント公開しないですかみたいな、いやもう見たくないっていう、うん、だって見たら感情が揺れちゃうじゃないですか、うん、だから感情が揺れる原因を作らないっていう、そもそ も, いやでも人の動画のコメントあ人はだって人はいいんですよ、人は僕は客観的に見れるんで、だ自分に言われてるとなんかあれですよ、でも人のコメントって客観的に見れるんでなかなかユニークな体験だって、そう私読んでないのに教えてくれるみたいなそうだからね、久保さんコメント公開してるんですよ。久保さんはね、荒行でその感情を無視できるので、僕感情無視できない部分あるんで、久保さんのコメント僕が読み上げて、僕が回答していくみたいな。あれ結構画期的ですよね。はい。そう。まあでも大抵はその感情に振り回されるんで、うん、さっきほど言ったね、もう感情を無視しましょうっていう私のアドバイスはあまり役に立たないと思うんで、はい、やっぱりね、そういう嫌な目にあったら嫌なものに向き合うんじゃなくて、自分が一番楽しいな、嬉しいな、面白いなと思えることをすぐにすることじゃないかなと。ああ、そう、それ大事ですね。それでなんとか打ち消していくこと、うん、難しいけど切り替えですね、うん、だから僕もそのなんだ東京で働いてた時にもうストレスがやばかったわけですよね。あ、でしょう。もう本当、まあ、会社にずっと泊まっててストレスしかないんですよ。だからもう夜中 2,3 時に首都高を走りに行ってもうブワーン飛ばして、はいはいはい、でもうもう何周もして忘れるしかない。だからそれで気分切り替えるしかなかったんで、だからそういうなんか自分の好きなことをするっていうのがいいんじゃないですかね。なんか没頭できるものですね。だから運転なんかは、まあ、首都高ね、まあ、真似しなくていいと、真似しちゃダメですけど命に関わるので没頭というか集中しなければ、運転に、はい、全集中しないと死ぬので、だから忘れられるんですよ。うん、まあこれちょっと真似はしないでくださいね、危険なんで。まあでもね、その感情っていうかね、ストレスに自分の人生をものすごくね制限されるっていう経験は誰しも避けられないと思うんですよ。はい、私もいつかそういう時が来るかもしれないんで、うん、あのまあもしくは過去にそういう時があったと思うんですよね。うん、まああのお酒を飲む人もいればね。あ、そうですね。お酒に逃げるってパターンもありますね。お酒は割と自分のストレスを忘れさせてくれるですよね。ことがあるんで、あの必ずしも酒は悪いなんて思えないかな。はい、酒に救われた時っていうのは結構あると思うんだよね。うん、私も飲んでた時はありますしね。やっぱり気持ちが良くなるっていうか、うん、気持ち大きくなるんで、うん、あもういいかこの野郎みたいなところになって、うん、なんか突破することができたかなとかね、うん、あとお金がある人は女の人と会うといいと思うんですよ、うん、自分好みの女の人はね、うん、キャバクラに私も通いましたけども。あ、そうですね、久保さんキャバクラ通ってたんですよね。私は毎日だったんで僕キャバクラめっちゃ嫌いでダメなんですよね、うん、あの僕人見知りなんで極度のなんかそのあローテーションでいろんな女の子来るじゃないですか、はいはい、で毎回その新規じゃないですか、はいはい、ローテーションする新規、はいはい、ローテーションする新規、はじめましてみたいな、
毎回気使うみたいな、なんで金払って毎回気使ってんだろうみたいなあ、それありますよね。僕それダメなんですよ、うん、その人見知りなんで。あ、わかりますわかります。で僕の場合だから女性に結構救われたことが多かったですね。あ、だからそれ何によって自分が癒されるかっていうのを早いところ見極めて、ストレスへの対抗策を立てて、まあいろいろとアクションを起こすといいのかなと思うんですよ。ストレスが生じた時になんか解決策がないっていうのは本当ひどい事件になっちゃいますからね。あのなんか人を傷つけてみようとか、あの金持ちを憎んでみようとか、ベンツに傷つけてみようみたいな、カイジみたいな、カイジカイジこう盗むみたいな、そうそうそう、うん、だからねやっぱね、なんていうのかな、まあ、男性からして彼女の存在って結構大きいんじゃないかなと思うんですよ。嫌なことがあっても彼女が話を聞いてくれたりとかね、ちょっとデートしてみたりとか、まあ、ちょっとエッチなことすると、まあ、それで忘れられちゃうような単純なスイッチが入ってるんで、彼女が作れる方はやっぱり彼女を作った方がいいかなと思いますし、まあ、彼女がいないんだったらね、まあ、なんていうの、あの東京都心の方だったらそういう体験できるところがあるんで、これ本当あの笑い話じゃなくって、すごい男性が救われるんですよ、ああいう生産業とかっていうのは。でも一回ね、お客さんでね、その風俗マイスターがいて、とりあえず全部突っ込んじゃうらしいんですよ、風俗に。はいはい。だからアル中みたいなのが一緒で、風俗中みたいな。はいはい。だからそこまで行っちゃうと、ちょっとダメかなっていう。だから それで人生を、だから要は、その感情とかストレスを、まあ、和らげるというか、それに使うだけであって、そこにのめり込んじゃうと、また別の問題ですね。別の問題のね、だってアルコールだったらアル中になって中毒、はい、症状になっちゃいますから良くないですし、うん、山口達也さんもね、アル中で ね、やっちゃいましたし、ね、あんないい立場にいたのにね、もったいない。だからね、風俗も極度にはまりすぎるとお金破産しますから、だから遊びも手玉に取っていかないといけないですよね、だからそこはまあさじ加減非常に大事ですけどね、はい、それは大いにあります、私もキャバクラに通いましたけども、なんかね、突っ込みまくった女の子は別にいませんからだからね、逆に入れ替わるから、あまり深い関係になるのでよかったかなっていうところあります。まあ、何人かとお付き合いすることになるんですけども、やっぱりなんかまあ、年が離れてりゃ振られるじゃないですか、適当に。はいはい、振られるのは全然付き合ってるんで、ある意味気が楽っていうか、ね、なるほどね、半年ぐらい持つかな、みたいな。なるほど、なるほど。まあ、そんなちょっとね、手玉に取っていくっていうかね、もうのめり込まないこととか、お酒だったら一晩飲んで忘れることを心がけていくとか、そんなとこじゃないかな。だからその思考は実現化するの、その難しいところって、やっぱりその人間って感情があるので、そこなんですよね。感情ですね。ロボットじゃないので。そうだって思考、ロボットだったら思考、まあ、プログラミングしてその思考というかね、その計算式をそのただそれをやるだけじゃないですか、で答え導き出せるじゃないですか、はい、で答えをが出せないんだったらネットで調べて全部情報を探して、まあ、引き寄せというかね、まあ、それで調べてってこういう答えを出せるんだけど、人間って感情があるので、はい、だから多分ね、感情とこの思考のこのバランスが非常にこの難しいところなんですよね。まあ、攻め合いになるでしょうね。攻め合いですよね。うん、それは大いにあるんでね、やっぱりこうその感情ってものを味方につけて、これもやっぱりコントロールしていかないといけないところがある、たまに感情に流されてね、なんかその映画で感動して涙を流すっていうのはすっきりしていいんですよ、そういうのもやっぱりした方がいいんですけども、まあでもね、あの自分の感情が自分の理性を上回ってしまって、もうコントロール効かなくなっちゃったら、それこそ破滅してしまうんでね、やっぱり感情に対しては別の感情でこう対抗していくっていうこともあるのかなと思うんで、やっぱり悲しい目にあったらやっぱり喜ばしてくれるような感情をどっかで補填していかないといけないんでしょうね。そうですね。だから僕の場合は感情、まあ、僕もやっぱ一応人間なんで感情あるんで、まあ、先ほど言った通り車の、まあ、この久保さん、久保邸に来るのに僕12時間ぐらい運転したりとかね、してもうトラック運転手より働いたんじゃないかなみたいな、下道ずっと走ってたんですけど遊びすぎたなみたいな、でも没頭できて、で それがまあ一つ の, そのストレス発散というか、ね、僕の中ではで、もう一つはその感情を思考でコントロールする、どういうことをやってるかっていうと、そのうまくいってる人、成功してる人の思考考え方っていうのがあります。例えばうまくいかなかった時に、成功してる人はどういう考え方、どういう思考でそれをリカバリーしているのかっていうのを、ここを借りてきて、その感情を思考で支配してコントロールするっていうことをやってますね、それはすごいいいですね、私もそれは結構役に立つと思うんで、いつもまあ本を読んだり、あの検索していい記事ってのを読むようにしてますね。やっぱね、その偉人の名言っていうのがね、一言で集約されてもね、全部詰まってるんですよ、すごいですね、まあ、あれだけでね、あれを極と極と使えたら、あのその価値をね、自分でその理解してないとダメですよ、なんだ、なんかいいこと書いてあるなだけじゃなくて、あ、すげえ言葉だなっていう価値で受け取らないと多分コントロールできないと思うんですけど、なんかそういうその偉人の
だってあの名言とか格言って何百年前から、孫子の兵法って何、もう何2500年ですかね、2500年どんだけ前の言葉が語り継がれてるねんっていう、すごいないですか、はい、この重み。あらゆる王様とか政治体制、学者、人種関わらずに共通した理念になってると思いますね。そうだ、ギリシャのねソクラテスとか、なんかそういうのもね、何千年前、なんかずっと残ってるじゃないですか、だからそういうなんかもうずっと歴史的に残っている言葉っていうのは、その残ってる理由があるわけですよ、うん、間違いなく、うん、ね、その理由だったりその要因があるわけですよ、うん、なんかそこにすげえ価値があるって僕は思ってるんで、うん、だその言葉だったり昔からその残ってるね、松下幸之助さんなんかね、もう亡くなってるじゃないですか、亡くなってますね、亡くなっててもなんか雨が降ったら傘を差す、深いなみたいなね、うん、はい、いやあれもね僕言葉理解できなかったんですけど、今は理解できるようになりましたけど、うん、いやすげえなみたいな、よくあれにまと、雨が降ったら傘を差すというシンプルな行動に全てが入ってるんだよっていう、そあの言葉に表したっていうのがすごいなと思ってるわけなんですけど、まあ思わない人多いと思いますけどね、へーみたいな、ね、まさに受信力ですよね、そうです、受信力ですよね、その何気ない言葉の中をどれだけ、ね、これ展開していけるかな、あ、そうそうそう、そうなんですよ、展開なんですよ、うん、展開ですね、はい、うん、金がないから稼ぐだけっていうのを展開していかないと、うん、金を稼いだらどれだけね金の大事さが分かるかとか、うん、あの多くの人を助けられるかとかね、うん、親孝行できるかとか、うん、自分をもっともっと自分好みの人生に作り変えることができるかって全部入ってるんで、うん、いちいち例えばなんてことを言う必要がなくなってくるんですよ、うん、金がないから困ってるんでしょ、じゃあ稼いだら終わりじゃないですか、うん、とかね、障害賃金3億円とか言うんだったら、うん、3億円先に稼いじゃったらお金の心配ってそもそも来ますかって話ですよね、うん、私はもうそこを目指していたし、じゃあ億っていう単位で稼げるものがあるんだったら、まあそれをね、一生のうちどっかでトライしてみたいなと思ったら割と早めに来たって思いますね、私40ぐらいでそういうチャンスが来たってことは、なるほど、あとはそれを、まあ、ダメかもしれないけど、まあ、できるところまでやってみるかなっていうところだったんですよね、まあ、おかげさんで10年も経たずにこういうふうになっちゃってるっていうところあります、そうですね、今ね本当陰気ですもんね、本当です3年目でねもう全部終わったんで、あともう今付け足しやってるような感じで、でも昔ね久保さんね、マジで毎日セールスしてましたよね、はい、対面だってね、はい、いや相当やってましたからね久保さん、だ僕も、まあ、毎月商品売ってますけど、いや久保さんの方がやってましたから、だって毎日ですから毎日対面だって毎日セールスしてるんで、だから久保さんの方がやってますよそれは、だから100人に出会ったら100人セールスしましたよ、うん、だからね僕ね365日毎日会ってたって聞いた時に、あとあれですよね、サラリーマンの人がその来れないっつうから朝、うん、朝5時とか4時とかに時間合わせて会ってたとかね、うん、やべえなと思いました、ね、やっぱり私のできることってのは多分そういうふうに命を捧げるっていうか、うん、24時間を顧客のために使うっていうところしかなかったんですよ、うん、はい、高い能力があるわけじゃないし、はい、あの要するにバズるような記事が書けないし、うん、拡散力もないんで、はい、それこそ身の回りにいる何人かにしか自分のリソース提供できないときに、早朝はダメなんですって言ったらその人と一生縁ができないわけですよね、はい、だったら今日一日この人に捧げてみようかなと思ったら、まあせいぜい早起きして2時間ぐらいの話ですから、はい、そんな難しいことじゃないわけなんですよ、まあまあまあそうですねいやでもそれをね、まあ自分のまあ私生活をまあ犠牲にしてまで、うん、そのね、まあ僕の本にも書きましたけど、はい、顧客のために死ぬみたいなね、はい、久保さんの名言ですよ、はい、あれはすげえなと思いましたよね、うん、でも本気で3年間ね最初はそれでしたね、うん、いやでも本当にそういうステージがあるんですよ、うん、なんか今はなんか、うん、なんかね、なんか好き勝手やってる感じで発信してますけど、昔超やってましたからね、そうですね、めちゃくちゃ Facebook の記事は全く変わりましたよ、私今子供の写真かアップしてないですからね、あ過去の記事全部ビジネスですよ、いかに儲けるかとかいくら儲けたかとかねあのアフィリエイトの報酬画面が何回も出てくるとかねこれはやらしいなって思いましたよねでもあのぐらいやると、あこの人はビジネス以外のことはできない人なんだ、もしくはビジネスは任せてもいい人なんだっていうふうに見えていきますよね、やっぱりね、うん、めちゃめちゃやってましたからね本当に、だからで今なんですよ、うん、そうなんかもうそのなんだろうな、その泥臭いことだったりとかそういうとこまあ見えないじゃないですか、まあ、僕は久保哲郎の歴史を全部知ってるほぼ知ってるんで、はい、まあ久保さんも逆なんですけど、僕が鹿児島に独立する前から知ってるので、すごい感慨深いですね、あれほどビジネスに真っ正直にやった時期はないかなと思います、うん、やってましたね、今だからビジネスを手放してもビジネスがこっちにこう寄り添ってくれるような感じですね、うん、偉そうなこと言ってあれですけども、
うん、なんか今は本当楽になったから少しでも恩返しをね視聴者さんにしていきたいなっていう思いばかりですね。うん、なんでやり込んでください。あとはまあやる、なんかまあ思考の話だったり感情の話っていうのはしたんですけど、まああともやるだけですから。まあ僕いつも車運転してて思うのが、どんな本当にどんな遠い距離でもアクセル踏んどけば、うん、下道でもね着きますからね、マジで、うん、はい、いや本当にね、だからそれね、やめないでほしいなとは思いますよね。だってあとは続けられるじゃないですか、このビジネスって、うんうん、続けられる、うん、だから久保さんね、麻雀店でやった時赤字何百万、毎月何百万、毎月100万、ね、毎月100万か、これ毎月100万出してたら続けられます？本当どんな億万長者やねんって話、どんだけ資産持っとんねんっていうね、な100億ぐらいあるんですかみたいな、うん、続けられますか？銀行も貸してくれなくなりますよね。貸してくれてないですね。ね、はい、ずっと融資受けられないですよ、そんな。受けられない。ずっと赤字100万出して、はい、でもこれが普通なんですよ、うん、普通っていうか、まあそのなんだろうな、固定費かかるし、うん、その売り上げ上がんなかったら赤字出るわけでしょ、うん、で銀行からまた融資受けてっていう、この融資額がどんどん膨らんで借金増えるみたいなね、大体そんな感じですよ、うん、中小企業とかは火の車って火の車で銀行さんに、まあなんだ、あの半沢直樹じゃないですけど、うん、なんか銀行に頭下げて、すいません、なんとかこの1000万あればなんとか立ち立て直せるんですって言うし、いや本当やってるんですよ、みんなやってる、うん、その自転車走行というか、それを回すためにね。えでもね、情報発信とかこれコンテンツビジネス0円なんで続けられるんですよ、そもそも、うん、そう。でもこれこのね撮影も iPhone で今やってますけど、まあこのピンマイクは僕買ってますけど、まあ、iPhone ですよこれ、うん、うん、で YouTube 0円だし、そう、ただ久保さんなんか奥稼いときながらいまだにジンズとジンズから怒られそうですね。お前ちょっとよこせみたいなね。いまだにジンズってすごいですよね。ジンズで1万サイト作って1円も払ってないわけですから、ジンズ皆さんただ働きサポートだけしてもらってるとかね、すごいですよね。まあ僕はね、あのドリームアカデミアとかはワードプレスドメインを取ってね、ドリアカの .com とかドメインも取って、これ年間、うん、年間1000、まあ、300円ぐらいですけど、うん、であとサーバー借りてワードプレス入れてみたいな、そこにしっかりポータルサイトを作ってるんですよ、ワードプレスで。久保さん人類の無料ですからね、速稼塾、すごい。それでも売ってますからね。売れます、売れます。僕情報を届ければ情報発信は全然いいんで。そうそう、久保さんが前言ったのが超面白かったんですけど、あれ、ね、めちゃくちゃ面白かったのがあって、あの確かになと思ったのが、その何でしたか、あのビデオな、バンディーカム、バンディーカムだ。そう、あの無料枠のバンディカムっていう画面キャプチャーソフトがあるんですよ。で無料枠で撮るとそのロゴが入るんですよ、宣伝みたいな。そうそうそう。でその宣伝が入った動画も有料コンテンツとして、まあ、その会員さんに流してたんですよ。そうそう。で僕は絶対それや、さすがにそれやんないんですね。で久保さん、さすがにこれ有料で売ってる商品でバンディカムって入ったら無料版これであんまり、あんま良くないじゃないですかみたいな、なんかそういう話したら、いや吉谷さんと、あの一度もその聞きづらいとか分からなかったっていう質問はなかったですけど、うん、なるほどみたいな確かにみたいな確かにだからバンディカム、そのねロゴが入ってることによって久保さんの話が全く聞けないとかね、うん、そのロゴがちょっと入ってることによって見えないとかだったらね分かりますけど、確かにまあまあ分かるわけですよ、うん、久保さんの声も聞こえるし、はい、ね、そうです所詮はおじさんが喋ってるだけなんでどのコンテンツもいやあれ言われた時ね、いや吉田さんクレームないですよみたいな、だって僕の話聞けるし、うん、ただロゴが入ってるか入ってないかですよ、うんうん、クレームないですねみたいななるほど、まあ情報がちゃんと伝わればよくないですか、なるほどみたいな、あれはちょっと一手取られましたね一本まあでも本来はああいうのない方が商品的にはいいんでしょうけどもね、うん、はい、ただバンディカムって会社は喜ぶでしょうねいや、まあ、何がそれで言いたいかっていうと、久保哲郎は0円を使い倒してるんですよ、うんうん、そうです。だってその有料のねお客さん、まあ僕だったらドリアカ、僕なんかドリアカの今講義ね、あのベメオっていうね年間6万払ってますから、うん、ね、でドメインも取ってるし僕やってます一応、うん、でも久保さんはそれ全部ゼロですから、ゼロ
バンディーカムって入ってるんですよ。そうなんですよ。いや、それで奥ですから、うん、これやばいですよね。やばいですね。やばいですよね。だから世の中に0円のものが探せばいくらでもあるんで、うん、それだけを使ってもちゃんと億万長者になっていけると。だから形にこだわってね、ドメイン取んなくちゃいけないとか、なんですかね、まあ、有料のツールを使わないといけないとか、そんなことは全然なくて、むしろ最初はお金がないわけですからね。0円のものはどうやって1万円、2万円を作るかっていうところから考えていって、なので、利益が生まれていったらその利益で再投資するっていうふうな順序を踏めばいいんじゃないかなと思うんですよ。私は未だに再投資してないっていう感じですね。じゃあ、久保さんのね、面白い武勇伝があるんですけど、まあさすがにこんだけ動画撮ってね、ちょっとデジカメ変えてみるかみたいな、ソニーのね、ソニーのデジカメ買ったわけですよ、いいやつ。そう。Vlog 用の。Vlog のね。10万円もする。そう、YouTuber がこう使ってて、ソニーもこう結構宣伝してたんですけど、それ買ったんですけど、結局使わないっていう、ね。はい、昔のあの。綺麗に映りすぎてね、らしくない。そう。あとね、やっぱりアップロードに時間かかって、量産画質が良すぎる。良すぎますから、はい、なるね。あれはプロの YouTuber さんが使ったらいいと思います。いや、1回か2回動画来たんですけど、やったら綺麗すぎて違和感しかなかったですよね。違和感、なんか久保さんはちょっと汚い昔風のなんか粗い画質の方が逆にいいですよね、うん、なんか味がありますよね。味があってなんか昭和感が出るっていうかね。そうそうそう、昭和感ありますよね、うん、やっぱりね、仁義なき戦いをリマスターとかで見ちゃダメなんですよ。だ今回も僕ね、久保さんもちょっと 4K で、ね、うん、もう一応ビデオカメラ持ってきたんですよ。で、ちょっと久保さん 4K で撮ってみたら、編集してちょっとやってみたらどうなるのかなと思ったんだけど、いやでも久保さんはこれだなと。久保さん 4K で撮ったら久保さんの味出なくなるみたいな。そう。このなんかその、生感というかね。まあ、これノー編集ですから。久保さんもね、普通の動画ほぼノー編集ですよね。編集しないですね。ですよね。ええ、だからこのカメラボーンみたいな感じですよね。いや、そうですね。うん、話短めにしてたくさん撮るっていうのと、はい、あとはやっぱりこう編集はどういうふうにするんですかって質問はもう来なくなったんですけども、そういうのがやっぱ来てたんですよ、うん、でもちろん編集をきっちりした方がいい場合もあるんで、うん、商品作るときは編集が必要だったときもあるんですけども、うん、いやでもね、やっぱり一番最初は5万10万稼ぐための最初のステップとしては編集はいらないと思うんでね。うん、であんまり編集なり有料 の母体とかをいろいろと使ってるのを見せちゃうと取り組みにくいというふうにハードルが上がっちゃうのかなと思うんで。ハードルがめちゃ上がりますから、ね。だから何もかも無料で手元にあるだけですよっていうところで、まずはそうです、ね、初心者を初心者じゃないところに連れていきたいなっていうのは大きいですね。だからなんかね、違うところに思考がいっちゃうんですよ。うん、要は大切なのは、まあ、情報を発信、まずベースとして発信すること、うん、はい、そして、まあ、見てもらう、集客するっていうことがまず第一前提として大事なんだけど、なんか思考が綺麗な動画編集しないといけないという思考になっちゃうんですよ、うん、だから動画クリエイターになるんですかみたいな話で、うん、そう。別にね、動画クリエイターとになってそのお仕事をもらう、それで飯食っていくっていうことだったら別ですけども、なんか情報を発信して集客をしてコンテンツビジネスをしていくってことだったらノー編集でいいと思いますけどね、うん、そうですね。まあでもちょっと喋りがちょっと自信がない方とか、はい、うまくいかない方とかっていうのはやっぱり編集をかました方がいいとは思うんですけども、そもそもそれは喋りの練習ができてないから、うん、まずい状態でやってもいいんじゃないかなと思うんですよ、逆に、うん、でだんだん上手になっていったら視聴者さんもついてくるし、うん、そもそもそういう自分の進化を記録として残しておくっていう意味もあると思うんでね、うん、やっぱり自分の過去の動画見たらちょっとこっぱずかしいっていうかね、だからたまに見るんですけども懐かしいなと思って、下手ですからね、下手なのに売り上げ上がってますからね。だからそれどう考えるかですね。だからその下手だから編集でなんとかうまくするっていう考え方なのか、うん、下手だけどここに時間割いたら結構しんどいから、うん、じゃあ自分のスキルを上げた方がいいんじゃないかっていうところで、うん、じゃあここを数こなすと か、はい、なんかそうどうあなたが考えるかによってそれは違うと思うんですけど、うん、僕はノー編集でいきましたね、うん、要は自分のトークスキルが上がればそのトークだけでその映像のテロップだったりとか編集とかエフェクトとかそういうので楽しくさせるんじゃなくて自分のトークで引きつけるっていう、うん、でこれがあれば別にその演説してもいいわけじゃないですか。そう。生で。うん、そうです。生でね。うん、でその政治家とか山本太郎さんとかもね、その演説でね人を引きつけてるわけなんですけど、これ動画編集で引きつけてると、その生演説できないですよね。
そうなんですよ。だからセミナーができないってことですよね、うん、結局ライブに、そうライブで呼んだ時に、うん、なんだこりゃってなっちゃうんですよね。そう、その落差が信用を落とすことにもなりかねないんで、やっぱり編集するのはもうちょっと上級者になってからいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ生で一生合わねえってことだったらいいんですけど、うん、まあだから自分のスキル自体がまあ高い方がまあ応用が効くってことですね。うん、うん、だからずっとあと動画編集でそのなんだろうな、そこに依存、そこでなんか楽しくしてると、うん、それをやり続けないといけないね一生。うんうん、結構大変かなと思いますけどね。そうですね。ヒカキンさん見てると本当すげえなと思います、あの人も。だってヒカキン24時見てほしいんですけど、ずっと編集してますからね。あ、そうですね。すごいですあれは、うん、あれは申し訳ないけど僕はやりたくないですね。まあ、編集にはね一定の楽しさがあるんで、うん、あ、そうですね、向いてるんですよね。まあまあ、楽しいってこと、まあ楽しかったらいいと思うんですよ、うん、でも1日12時間13時間編集してるんですよ、うん、1日の半分ぐらい。なんか撮影と会議と編集、これでしたね。はい、撮影編集会議、これ、うん、これで1日終わるみたいな。まあでもやっぱ一流の人だなっていう気がしますね、うん、でもね、まあすごいですよね、やっぱあれはすごい。 YouTube で生きてる人はあんな感じなんですよね。そう、僕ら YouTube は多分手段で使ってるだけなんで、そう金が莫大やったら別にやらないですけど、そうそう俺はやるかもしれないけど。そうなんですよね。だから 僕は YouTuber ではないので、 YouTube という集客できる一つのプラットフォームとして手段で使ってるので、うん、なんかそこなんですよね。そこちょっと違いますよね。そうですね。なんかこだわるのはもう余裕ができてから、うん、YouTube が好きなら編集もするしって感じだったんですけど、うん、余裕ができて YouTube がどんどんレアに生の形になってきましたね、逆に、うん、プロダクトローンチも全くもう作ってないし、会社まで作ったのに、うん、もうやってないというね。なるほどね、うん、だ僕はね、あのやっぱね、与沢さんの最初のあのあれが衝撃的でしたよね。いい講義ですよね、あれね。あの与沢さんが昔までね、フリーエージェントスタイルの時はめちゃめちゃ動画編集してね、うん、あのオープニングとかブワーセールスレターもブワーやってたわけですよ、うん、で与沢さんが一人になった時に iPhone でね、こんな持ってね、1話2話みたいなね、うん、でそれで2億ぐらい売ってたんですよね、グローバルトレードスクール。あっちの方がでもいい講義が多かったです。ああ、そうですか、うん、僕はあ久保さん入ったんですよね。GWBS ですね、FX のスクール入りました。 あの与沢さんがフリースタイルでこうやって喋ってるのものすごく好きなんですけど、はい、編集したバージョンっていうのはやっぱり与沢さんもなんかね、当時は自分も使われていたとかいうことがあるんですけども、うん、僕も勉強になったんだけども、比較するんだったら最近の方が、もちろん時間が経ってるから進化してるっていう面もあるんだけども、うん、受け取る力がついてきたりとかね。でもなんかいい話って編集ない方が息遣いとか間の取り方とか、ちょっとこう思考して話し出すところとかが、なんか目の前に人がいるみたいで、僕は好きだなと思いましたね。確かに、うん、だからその生感がありますよね。そうなんですよ。ためらいとかもすごくヒントになるんで、自分で見てる感がありますよね。なんかそのパン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 ってやると見させられてる感というか、うん、効率はいいんですけど、うん、完全にそれプロモーションなんで、うん、人工的な、うん、もう作品になっちゃってるんですよね、うんうん、だからやっぱこう与沢さんにしても誰にしても、もちろんめちゃくちゃ喋りが下手で何言ってるのか分かんなかったらこれは問題外だけども、うん、一定のレベルで会話ができる人だったら、これ普通の人だったらね、別にノー編集でしっかり聞けますし、うん、YouTube の場合は倍速再生もあるんで、うん、そういうのを活用しながらね、特に編集がなくても受け取ってくださると思うんで、 YouTube いまいちためらいがある方は生のねトークでいいんで、今日は1分間喋ってみようみたいな感じでやってみたらどうかなと思うんですよ。そうですね。そうやってみましょうっていうことをね、億万長者シリーズもこれからずっと続けて、なんか、うん、これあと何年続くんですかね。死ぬまでですよね。死ぬまでやると思うけど、これ億万長者になる人って結局我々だけだと思う。オチですよね。ほんとこれはやめてよ皆さん。いや、億万長者らしくね、僕もね、自分でもびっくりというか、マジかと思ってるんですけど、こんな続くと思わなかったですからね。そうですよね。いや、でもね、すごくシンプルなんですよ、お互いに、うんうん、来るから返すっていう、そう、それだけなんですよ。いや、そうなんだけど、うん、そうなんだけど、もう億万長者合宿もう2年前に終わってますからね。終わってるんですよね。そう、売り上げ立って、そう、合宿終わってカレーも食って終わったんですよ。そう、終わってるんですよ。終わってるけど、なんで続いてるんだよ。もう続いちゃってるから、僕もシリーズのタイトル考えて、ね、15本ぐらいのタイトル考えてる。もう言ってるんです。1万5000本のタイトル付けは決まってますもん。あ、いいじゃないですか。楽ちんですよね。いやー、まあ、これからもね、まあ、久保さんのシリーズ続きますので、うん、死ぬまで、まあ、死んだ後もね、久保さん
なんか帰ってこねえじゃないかみたいなね。やるな、これでも、ね。なんかやりそうっすよね。いや、一応死んだら終わると思ってたんだけど、最近、いや、死んでも終わらないなって気がして。で、やはり後継者欲しいですね。二人とも死んだ時には。億万長者やり取りの後継者みたいな。なぜか、ね。あ、じゃあ面白いっすね。誰か募集しますんで。そのうちね、やってください。死ぬ間際に。はい。後継者募集ね。億万長者シリーズタイトル使っていいから、そうですね。やってくださいみたいな。はい。一応、香典で1000万円入れていただいたら。いや、でもね、いや、僕ね、もう本当にいろんな人見てきたんですけど、ここまでできる人は久保さんしかいないなって思う。あの、このやり取り、やり取りね。リレーは。ええ、異常ですもん。なんでそんな異常なんですか、久保さん。なんですかね、別に負担は全然感じてないんですけどね。なんでしょうね。だ普通じゃないじゃないですか。いや、まあ僕も普通じゃないですけど。普通ではないですね。僕も移動中に返してますからね、車の移動中とかも。ああ。なんでしょうね。なんでできるんですか。みんなできない。だって久保さんもシリーズで言ってるじゃないですか。はい。まあ、1年経ったら続いてないとか、このやり取り始まって。うん、はい。まあ僕以外もやってるじゃないですか。はい。で、僕ほどのこのなんか、キャッチボール、多分知ってる人いないと思うんですけど、いないです、全然いないです。もう圧倒的に10倍とか20倍とか違いますね。ですよね。速度もいつでも、はい、でもそれがまあ普通だと思うんですよ、うん、そうですね、まあなんていうんですかね、その言ってみればその、まあ、ネットビジネスっていう業界を区切るとしたら、はい、その中ではなんかその優等生な方なんじゃないですか、やっぱり変な言い方になりますけど。あ、実社会では我々はとてもじゃないけど取り上げられる存在じゃないと思うんですよ、はい、でもことこのネットビジネスってところに来たらなんか知らないけども、あの留年する人が多い、はい、自主退学する人が多い、はい、結局在校生は我々2人だけというね、なるほどね。しょうがないから学年トップになってるみたいな感じじゃないですか。なるほど。生徒お前だけだよみたいなね。これね、本当ね、みんな辞めてきますからね。辞めるんですよ。辞めてきますから。うん、私だってまだね。久保さんが辞めない、辞めないっていうか、そのブレない、ブレない、みんなブレるじゃないですか。そのブレないのはなぜですか。僕はブレてるんですよ。あ、ブレてるんだ。ブレてるけども、でもそういうところもちゃんと表現してるってことですかね。うん、なんで演出に変わっちゃってるんですかね。うん、大怪我した時でも、あ、ネタだみたいなね。うん、そんなわけないだろうと、怪我した時ぐらい休めよって話ですけども、うん、いやこれもったいない、この瞬間もう二度と俺怪我二度としないかもしんねえよみたいなね。あの骨折した時、骨折した時も名古屋でしたっけ。ちゃん、そう、名古屋で、こけたんですよ。あの時は台風で名古屋で新幹線が止まったんで、はい、それを放送しようかと思ったんだけど、もっと美味しいネタがあったで、はい、転んで脱臼したというね。ここは名古屋でしたね。そうよっしゃだみたいな。うん、あれね、名古屋のね、その病院に担ぎ込まれた時に、はい、深夜こうやってね寝かされたんですけど、はい、あそこで iPhone に手が届かなかったんですよ。下のカゴにあるのに、はい、もうここ脱臼してるから。あれがね一生に一度の悔いですね。 あれで、あ、 iPhone 手が届かない、届いてたら絶対撮影した。そう、あの脱臼した瞬間ね、そうこんなのってで痛いし拘束されてるし、もう全然動かないの。あ、いやー惜しかったな。まあでもそのなんで続けられるのかってことは私も分かんないですよ。ただ目の前になんかね動画のリンクがあるから見て返すって、うん、ただそれだけでキャッチボールしてるような感覚ですかね、うんうん、まあ僕はもうシンプルで、まあ、来たら返すっていうことなんですけど、うん、やっぱ負けたくないっていうね。それはありますね。なんかね、あの勝手な闘争心というか、うん、まあだって久保さんの方が10個上ですからね。久保さん ね、48で、48、はい、僕38で、うん、あ、10月ですよね、誕生日。そうなんです、僕も10月なんです よ、 ですよ。だから久保さん何、10月 10月11日、はい、10月11、僕10月1なんですよ、うん、これ1つながりですね、はい、10月11、10月1、はい、でちょうど10年なんですよ。10年ですね。だから僕39になって久保さんは49になるんですよね。いやもう50歳来るんですよ。やばいですね。どうしましょう。いやでもね、久保さんね、あの前のそのあの、あのアカウント一時停止になったじゃないですか、はいはい、でその前のそのあの撮ってたその今チャンネル名ちょっとあの会社名にしましたけど、はいはい、あそこに吉谷さんみたいなね動画あったんですよ、うん、若いですね。若いですね。めっちゃ若いですね、うん、顔が分かったと思う。顔が若いなみたいな。当時はねやっぱり、うん、いや、久保さんだいぶ貫禄ついてきましたね。だいぶね。だいぶね。昔結構本当若いですよね。そう、そうなんですよね。今本当、あれなんか僕毎日見てるんで、なんか変化が分かんなかったんですけど、なんか昔の映像を見ると明らかに食っちゃうんですよ。だから最
近ね、やっぱり自分でも感じるんですけど、もともとこうだったんじゃないかなと思うんですよね。もともとはネットビジネスが全然やってなくって、最初からこういう家に住んでて、なんか知んないけど資産があって、最初から隠居だったんじゃないかなみたいなね。なんか今やたら貫禄ありますよね。なんか昔はなんか、まあ本当なんか本当若い、まあ若いですね、本当に顔が。結構盛んだったですね、当時はね。なんかその、余裕と入れるような余裕もなかったんで、とりあえず何でもやっていかないとこの世界に干されるんじゃないかなっていうふうな焦りもあったですね、多少。であとやっぱりその時もその負けたくないって気持ちはあったんですよ。だから今まで何一つ自分がこれをやってきたぜみたいなものはなかったし、そういうふうな一点集中することがちょっとダサいなと思ってたんですよ。あらゆるものを適当にやって何でも平均以下で適当にチャラくこなしていってみたいな、肩の力を抜いてやってるのがまあいいのかなと思ったんですけど、ね、結局私には向かなかったんですよ。やっぱ何か徹底的にやると思えるっていうかね。そのなんかチャラくやってる方がかっこいいなと思ってた時期があったと。あるんですよ、やっぱり。何かしろ手を抜いていてね。あ、なんかちょっとヤンキーですね。ヤンキーですか。なんだろうな、なんか一生懸命頑張ってるやつダサいみたいな感じですよね。ちょっと拗ねてたんですよね、それがね。なるほどね。俺もやればできるんだよみたいなことでやらないみたいな。そういうところはずっとありました、ね。なるほど。そういう時期があったと、うん、だからやっぱりそれで何もかも芽が出るわけないじゃないですか、うん、それで、人生を振り返った時に何を一生懸命やったのかな、全部適当だったし中途半端、しかもそれを目指してたよなみたいなね、うん、そろそろ一発なんか花咲かせないとまずいんじゃないかなとかね、うん、その時にちょっとだけ自分が死ぬ時のことを想像したんですよね、うん、人生振り返って俺この世界で生きてきたぜみたいなのが多分ないなと思ったんですよ、うん、今はあるんで、なんていうかな、もう今日死んでも本当後悔はないんですよ、うん、今日死んでも後悔がないからこんな人生にたどり着いたら一日でも長生きしたいなっていうのが、ね、パラドックスになってるんですよ、うん、以前は死ぬことが惜しかったのは何もやってないっていう感じですよね、うん、惜しすぎるなと思ったんです、このまま終わっていくのは、うん、だから結局は一日でも長く生きていたいなっていう気持ちは同じなんですけど、内容は全然変わりましたよね。深いですね。確かにね。今惜しいんですよね、これこの人生手放すのが、うん、だからもっと強くなって揺らがないようにしないといけないし、攻撃にも負けちゃいけないし、うん、この体力的にもね、劣っていてもダメだなと思うんで。あ、確かに僕もそうですね。前はそのネットビジネス一番最初15年前とかやった時は、うん、パソコン1台でその向かってたというか、うん、そのそういう世界があるんだな、いいな、羨ましいなみたいな感じでそこに向かってたけど、うん、今はその世界で住んでるってで、なんだろうな、これを守りたいから頑張れるみたいな、うん、こっちに向かって頑張ってたけど、なんか今はこれを守るために頑張れるみたいな、なんかありますね。なんかその防御的な攻撃なんですよ、うん、そう、防御的な攻撃ですね。そう、以前は攻撃的な防御だった、うん、あ、もうやりやらないとやられちゃうからって、うん、もう今はものすごく強い自分になっていく、内側を鍛える、まさに鍛えることによって、うん、何もしなくても詐欺案件は来ないし、うん、いい案件に近づいてくるし、うん、だからネットビジネスって何ですかって聞かれたら俺のことを見なさいぐらいのことを言えるようになりたいなと思うんですよね、うん、まあ、それで答えが完結するようなね、結局全部やることだし、一つから始めることだし、うん、なんかね、自分の内側を鍛えていかないと結局外側も弱くなっていくから、うん、あ、いろんな無茶なものが来るよみたいな、うん、でインフルエンサーとしても、うん、なんかね、詐欺案件紹介した人間になっていくし、うん、いわゆる情報商材やみたいなレッテルがね、うん、悪い意味でついちゃうと。今結構ね、情報商材を作ってるっていう、そういった過去にも誇りを持ってるしね、うん、俺の商材で誰か迷惑かけた人いるかみたいなね、うん、でそもそも一回も売ったことないよみたいな、うん、教えてください、売ってくださいっていう人にだけ手渡してきましたみたいなところは未だに自負があるかなと。まあ、一瞬プロダクトローンチみたいなこともやったんですけど、結局あれももともと信頼関係がある人に、ある程度信頼関係がある人に、まあ、ローンチをかけていったんで、もうあんなことやる前からもう売れることは分かっていたんじゃないかなみたいなところですよね、うん、でまあ本当にね、ネットビジネスをずっとやってきて、自分がこれほどまでにね、生命の隅から隅まで燃やしたことはないなと思いますよね。だからお客様のために命を捧げるみたいなことも、うん、もうすぐ出たんだと思います。あの時期ってのは始めたばっかりの時ですからね、うん、そうですよね。これでもう死んでやろうと思ってたわけですよ、多分ね。まあこれ聞いていただいてる方は、まあ、結構もうね、ここまで聞いてる人は相当あれだと思うんですけど、うん、多分ね、これね、人生の中で今久保さんのフレーズであったと思うんですけど、俺なんかやったかなと、うん、なんかもうこれ俺なんかめちゃやったぜみたいな誇れるものあるかなっていうか、なんかそういうのって生きてきた中であるのかなって深く考えて、
でないんであるならばそれがあった方がいいっすよね、うん、なんか絶対に、ね、私はそっちの方ですね、うん、だって死ぬ時にあなんか何もやってこなかったな結局全部中途半端だったなっていう風に死んでいくのか、うん、まああんまりうまくいかなかったけどめちゃやったなともう後悔ないわ、うん、まあまあよくね後悔ないみたいな話ありますけど後悔ないって自分の中で納得感できるまでやったかやってないかだと思うんですよね。そうですね。うん。だその結果を置いといてでしょ、うん、めちゃやったっていうでそのめちゃやったっていうのが結局価値にもなるし死ぬ時の間際の財産になる、うん、なんか天国に持っていく財産になるのかなと俺こんだけやったぞみたいなだから僕も動画本数ね、まあ1本あたりの再生数は上がんないんででも10万本とか100万本撮ったらいや絶対俺を超えるやつはいねえなとこれだけやったらまあ誰も追い抜けないだろうなっていうなんか僕だけの中でね別にアップしなくていいんですよ、うん、やんなくても、うん、そうだけど人生の中でなんか誇れるものですよね、うん、自分はこれだけやったっていうものがあるとまあ非常にいいんじゃないかなと私はこっちの方ですねないよりかは、うん、どうですかね死ぬ時に全部中途半端だったの俺なんもなんかこれといって自慢できるものもないし、うん、何もやってこなかったな死ぬのか明日みたいに死んでいくのかああ俺はもうやったといまあ、結果出なかったかもしれないけども自分なりに納得だとうんまああのねケンシロウじゃないですけど我が生涯に一片の悔いなしと一片の悔いなしみたいな、うん、でその一片の悔いなしみたいなのも多分やりきってないと多分それもセリフ出てこないと思うんでなんかねガナリさんが言ってたんですよああガナリさんがガナリさんと人生を一言で例えると何すかと質問したんですけど、うん、ガナリさんがねあのマネの虎出てたガナリさんがこれね長いんですよ話がねもう僕たちも長いですけど長いもうガナリさんと差しでね2時間聞いててね僕が質問したいの1個なんですよあれ2時間ぐらいずっと喋ってるんですねあって最初すげえ聞いてたんですけどだいぶ疲れてきてさすがにさすがに2時間さ集中して聞いてたしで最後あ質問なんだっけみたいなあ、そうね、人生を一言で例えれたな。そうだね。まあこれちょっと変わるかもしれないけど、今だったらまあ確認かなと。今まで自分がしてきたことを確認して、良かったのか良くなかったのか。うん、で、確認していいなって思えるように、そんな人生が送れるようにできたらいいんじゃないかなと。だから人生とは確認ができる、確認した時に良かったなと思える人生を送ってるかどうかっていうのが人生だ、みたいなこと言ってて深いなと思ったんだけど。確認かそう、うん、まあ振り返るのか確認なのかっていう、うんまあ、言葉がちょっと違うだけなんですけどねなるほどねまあでもやっぱりせっかく命もらってね、この国に暮らしてて、うん、チャンスはいっぱいあるなと思うんですよね、うん、で私の場合はやっぱりこう欲望がすぐ湧いてくるんでいろいろ、うん、全部叶えて死んでいきたいなっていうのはね変わらない願いですね、うん、今のところいろいろと叶えてきてそれは客観的に見たら無駄なことばっかりやってるように見えますけども、まあ、誰に評価されてなくても全然構わなくてね自分の人生充実してて、うん、で家族にも迷惑をかけてないしむしろもっと豊かにさせてあげれるなと思った時にその根底となる財源っていうのはそれから時間の捻出っていうのはものすごくねそのネットビジネスを関わることで拠出できたかなと思いますねこれはもう全く後悔がないしこの時間に生まれて時代に生まれてよかったなと江戸時代だったらまあ無理だなって、ね、いや無理ですね。ね、本当数百年変わるだけで全然自分の能力生かせないわけなんで、本当すべてがラッキーだったですね。だから結構僕もいつも思うんですけど、うん、みんなもったいないなって思うんですよね。うん、これだけなんか全部、まあ僕は久保さんの事例でね、うん、まあまあすげえ言いましたけど、無料で億稼いでるわけですよ。ね、で昔はこれがなかったわけじゃないですか。ない。うん、で iPhone もないわけですよ。これすごないですか iPhone 僕も本当 iPhone すげえなと思うんですよね iPhone すごいですね昔ねビデオカメラでこうやって撮影しに行ってたわけですよ、うん、ポケットから iPhone でなんか撮影できるしすげえなと思いますし、うん、本当ありがたいですよこれだけの環境を整っていたらモチベーションが湧かないわけはないと思うんですよ、うん、私もモチベーションが湧くとか湧かないとか関係なくこんなに素晴らしいものがあるんだったら、まあ、当然使うよねって感じですけどもだそれもねやっぱね受信力じゃないですかその素晴らしいものと僕も素晴らしいすげえ
環境だとなんか受け取れるし、はい、久保さんも受け取れるわけじゃないですか。でもそれが受け取れないとそこに価値がないから、はい、iPhone、まあ、みんな持ってるじゃんみたいなね。そうなんですよ。いや毎朝感動するんですよ。毎朝自分の iPhone 撮るじゃないですか、はい、また俺の動画誰か見てくれてコメント入ってるよみたいなね。これだけですごいなと思います。だからそれはねやっぱね、僕ラッキーだったのは、本当ラッキーだなと思うのは、時代の流れを見てきたっていうのは、これすげえラッキーだったなっていう、うん、今の若い子とか見れなかったと思うんで。ああそれはある、はい、だってたね、ポケベルから始まってね、はい、ガラケーの時ね、うん、初めてカラー液晶になった時、256色で感動してたんですよ。256色カラー液晶とかね、わあ、あとなんか16和音になって、和音だすごいみたいな、32和音みたいな、うん、みんなね、もうすげえやんみたいに言ってたんですよね、今ね。なんか懐かしいですね、昭和ですね。もう昭和は僕は小学生の頃に白黒テレビカラーにうちの家は買ったんですよ。ああ、はい、でテレビの2台目が入ったとかね。ああすごいですよ、四つ足のテレビですからね。あでもあれだ、俺はファミコン、ファミリーコン、ファミコンからスーファミ出た時のあの感動、あめっちゃ綺麗やみたいな。でも今ってやばいですよね。もう今のテレビゲーム見てないですよね。映画と同じような感じ。そうそう、全部もうねやばいっすよ今、うん、プレステ5今年の冬出るのかな、うん、でもね、やばいっすよ、もうゲームじゃねえよみたいな。だからファミコン見てたし、ファミリーコンピューターマリオブラザーズやってたしね。そのあれからスーパーファミコンに変わってね、ニンテンドー64とか出たりとか、あとメガドライブとかね、うん、あとあのフロッピーディスクのあのファミコンにこう、はいはい、あったじゃないですか。そう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 、カセットの。だからああいう歴史とかなんか見てきたので、この iPhone すげえなっていうのは感じれるんですけど、今ね生まれた瞬間から iPhone だと、はい、なんかあんま価値感じないですよね多分。そう、こっからどこまで進化してもそんなに変わんないんじゃないかな。多分もう変わんないじゃないかなっていう、ね、ちょっと本当 iPhone もバージョンアップしてるけどほとんど同じですよね。一緒じゃないですか。なんか画面が綺麗になりましたとか言っても、うん、別にどっちでもいいやんみたいな、ね、いやでもねこのね今の iPhone の画面の綺麗さね、あの僕たちはあのファミコンの画面見てたわけですからね。そうね、そうなんですよ。いやすごいことですよマジで。すごい、うんうん、だってスーファミになった時もめちゃ感動、もうスト2めっちゃやってたんですけどめちゃ感動してました。うわーすげえ、うん、今ないっすね。そう、当時はだから普通のテレビを見るテレビでゲームしてたんじゃなかったですかね、はい、ああはい。今はなんかそのゲーム専用のモニターとか使ってたりするんじゃないですか。ああ確かに確かに。あでもああでも今もテレビ使ってるか。まあでも今はもうなんかテレビも安いじゃないですか。安いっすね。なんか4、うん、50インチでもなんか4万円とかね。これ5万5千円だったから、これ60インチだったですよ。へえ、それいくらですか。5万円ぐらい。あ、違う、39,900円だ。39,900円。近くのなんか家電量販店じゃないや、なんかなんとかっていうところですね。ダイレックス。あ、なんか今ねあれですよ、あのメーカーソニーとかじゃないやつだったらクソ安いですからね。安いですね。そういやでも綺麗ですよやっぱり、はい、すごいですよね。昔は 4.3 のブラウン管テレビでしたよね。ブラウン管テレビ、そう、ね、ブラウン管、ブラウン管って聞かないですね。ブラウン管ですよね。ブラウン管って僕も久しぶりに出たな言葉、うん、ブラウン管聞かないでしょもう。重い、でかくて重い。こんななんかこんなあってね。そう、ついに出た14型です。ついに出たじゃねえよみたいな。一回37のブラウン管を入れたのが最後だったんですけど、一、はい、人じゃ運べなくって、ね、6畳に置くと4畳半になるんですよ部屋が。こんなんですよね。しかも離れて見ないといけないんで、でかいからとこんな。こんなんですよ、ほんと。で今こんなんじゃないですか、薄い、うん、薄い。だからブラウン管ここのこれがあるんでこんなんですよね。もう今はね50型超えても一人で組めるんで楽ですよね。いやだからねすごいですよ。だからまあ、うん、今の若い子はちょっとね、ちょっと iPhone すげえって感動できないかもしれないですけど、うん、昭和生まれの人はちょっと感動して頑張りましょうよ、うん、う昭和生まれの人多いと思うんでね。そう、昭和生まれ多いと思うんですよ、ええ、うん、だ昭和生まれこそ多分稼げると思うんですよね。稼げる。だって価値感じれるじゃないですか。はい、か感じやすいですよね。あと今ねその集客にその懐かしいってキーワードがものすごく生きるんで、うん、昭和のコンテンツってのはむちゃくちゃウケるんで。確かにね、もう自分の記憶だけでいいんで、うん、あの道路にケンケンパのね丸とかバスの書き方とか多分書ける人いると思うんですよ。銀玉鉄砲のなんかルールとかね、オリジナルルールとか考えて発表すればいいと思うんですよ。缶蹴りの隠れ場所とかね、これ全部あ懐かしいと思って見てる人が数百万人級いますからね。確かにね。ぜひ発信していただいて、それでしかも情報発信が苦手な人が多いという市場なんで、うん、受けると思いますよ。でも昭和生まれが一番多いんじゃないですか。多いですね。今だって昭和60年まで続いたんですよね。
昭和そうですね。だから40代50代はもう完全に昭和の、ね、ストライクゾーンですよね。だって平成30で終わりでしたっけ。31のちょっとあったんですけどね、そう、あそう、億万長者合宿はその平成が終わる最後の月だにやったんですよ。そうだったですね。難しいな。そうなんですよ、うん、だからその令和になる前の平成最後の月に億万長者合宿本編やってますから、うん、懐かしいな、まあ、令和3年か今。令和3年ですね令和3年になっても億万長者になったやつはいないんじゃないかな参加したら必ず億万長者になれますかって言った人ね、参加してないから絶対なれませんいましたね、ね、いましたね、参加したらなれますか、ね、参加したらなれますかって、はい、いやー、その質問されると辛いですよね。いまだにその質問来るかと思ってないけどね。その質問する時点でもうなんか全然受信のレベルが低いというか確かにね、うん、まあいろいろ、まあ最初の方で答えも言っちゃってるので、うん、まああと余談話でしましたけど、はい、でも思考は実現化する、現実化する、はい、まさにその通りで、ネガティブな思考は現実化しちゃうんですよ。それはもう何回も体験してると思うんで、ね、うん、じゃあもうどんな思考をするか自由なんで、じゃあどんな思考をするんですか、どんな未来を決めるんですかってことですよね、うん、まあ、私は3年で1億円稼ぐ未来を決めましたズバッと。あ、多分その決めるっていうのも大事ですね決めるっていうのも大事です、うんうん、めちゃくちゃ大事です。決めたっていうのも大事ですね、うん、決めたんで、じゃあそれに対する作業量とか売上の上げ方っていうのを考えるようになりますよね、うん、でも3年後もこの生活って思うんだったら別にやんなくてもよくなっちゃうんでやらないし。あ、決めるって大事だな。そう、決めるのはね、僕もね、久保さん家に行くって決めなかったら行く、ね、そう、来れてないですからね、はい、今日、うん、今日、そう、今日この昨日この話が出てきて、そうそうそう、で行くって決めて、決めたからアクセル踏めたんですよ、うん、そうですよ。でも行くって決めてなかったら、あの、まあ、ちょっとめんどくせえなみたいなね、うん、まあ普通に考えて結構、まあ、遠いですから、うん、めんどくせえね、まあね、車は結構、まあ、僕好きなんですけど、好きですけど、うん、まあタフですよね、ね、まあ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 ちょっとパワー必要ですからね、一応ね、あの、まあ、R さんをね、これだけ走らせる人もなかなかいないと思いますからね通勤で毎日使ってる人も走行距離って大したことないと思いますよ僕はあの100万キロだから、ね、だからそれも後悔ないっていうのも、乗りつく俺以上の R34 乗ったやついねえんじゃないかっていう100万キロなんですよ、うん、であとこれ100万キロ乗ったらこの日産にね、とかあと GTR マガジンっていうのがあるんですけど、絶対特集できるんで、100万キロは多分誰もいないんで、ありえる、うん、本当前その3人乗ってる人で40万キロぐらいで特集6ページ組まれてたんですよ。60歳かぐらいでもう何十年も通勤で乗ってましたって、はいはい、40万キロ乗ってますみたいな、6ページ組まれてたんですよ。すごいですね。100万キロだったら10ページぐらい組まれるんじゃないかみたいな、すごいな。でも100万キロってすごくないですか。メーター見たことなくないですか。100万キロのメーターないですね。ないですよね、うん、だからぜひね、100万キロになったら、はい、中古屋で査定受けてほしい。そうそうそう、100万キロ乗ったエンジンってやばないですか。これだから逆にすげえんじゃないかなっていう。エンジンは変えるんでしょ。いや、エンジン変えないです、あのエンジンで。だからそのだからそれでそだから何がしたいかっていうと、日産の広告も出せるなるわけじゃないですか。100万キロ走れる。そう、そうだから日産の技術がどれだけすだって日産って CM 技術で押してるじゃないですか、うんうん、でそれにマッチングするんで、まあ、ちょっとお金いただこうかなっていう。それありえます、ね、そう、日産があればいいですけど、日産、あ、そうだ、ちょっと危ないです最近。日産がなくなってるって可能性あるんだ。日産は、ね、倒産するかもしれないですね。そっ か, そっか。でもキムタク活用してんじゃないですかキムタクもラブフォーとかってトヨタの仲間だと思ったら日産の方行っちゃったみたいな。だいぶ今日産ですよねあ、そうか、日産ねって可能性ありますね。日産がね、もしかしたら車屋じゃなくなってる可能性もありますね。ですね、日産やべえな、時代が変わるんです。でもやっぱり R34 に限ってはファンがいると思うんで、うん、必ず貢献してくれるような中小企業ってあると思うんですよ、うん、R34 専門店とか言ってね、うん、でそういうところでは大いに多分広告塔になれると思うし、うん、100万キロ走ったら どういう状態なのかとか、メンテナンスによってはこういった日産の車って100万キロ走りますよっていう、なんか人類史上初の証明になるんじゃないですかね。いや本当に、だからそういうのもやりきって、もう走り切ったぞっていうのを死ぬ前にこうやりたいっていうね、うん、なんかそれ何でもいいと思うんですけど、やっぱあった方がいいと思いますよ、うん、なんか死ぬ前に俺やったなみたいな、これだけやるやつおらんだろうと か,、うん、なんか自分の中で誇れるとか自信を持って言えることっていうのは、そうですね、なんかあった方がいいと思いますよ、うん、本当に、うん、そうですね、うん、そうですね。特に家柄もなく、大富豪の息子に生まれてない、
東大を出てるわけでもないんだったら、なんか残した方がいいかなと思いますね。うん、まあ、それぞれ、ね、何もなくても貴重な人生だと思いますけども、多分、正直に自分の心に耳を傾けていたときにね、なんかこれで良かったんだろうかっていうふうに、ささやく気持ちがあるんじゃないでしょうか。うん、ですよ。だからもう、このね、ここまで見てるんだったら、しっかりね、うん、今まで生きてきた人生を振り返ってね、うん、あれ、吉田さんが何て言ってました？深く深く反省して後悔すれば夢は叶うと思う。そうそうそう、深く反省して後悔すればなんか誰でも成功できるよみたいな、なんかね、うん、なんかあの消されましたけど、あれ、あ、結構再生されてたんですけど、ね、でも深くっていうのは大事ですね。うんうん、はい、確かにね。うん、じゃあこんな感じで大丈夫ですかね。はい、もうちょっと長くなっちゃったんで OK です。はい、ということで今回は七夕特別企画として、はい、対談させていただきました。はい、思考は現実化するということでね。ありがとうございました。あ、こちらからありがとうございます。